ご視聴ありがとうございます。うまくもないけど、下手でもないハムタルでございます。こう、重心係使っていきましょう。まあ、一回台湾まで動画上げてるんですけどね。超アンチ原則、非属性耐性、アンチブロック、ソウルスティール M。で、超ワープ、非属性キラー、壁 SSR 短縮。壁短縮はね、マジ優秀。で、SSR20 ターンプラ8の号令で、パワーフィと、ハイプラズマ。このハイプラズマに、非属性キラーも超バラも乗っかってきます。そう、こうちゃんは、もともとは連撃キラー持ちだったんですよね。で、連撃キラーなくなったから弱くなったんじゃないの？いや、全然弱くなってない。全然です。そう、キラーに関しては変わんないんだけど、やっぱね、超バラ乗っかったのがマジででかい。というわけで、拠点51やっていきましょう。拠点51はね、私未だに、あ、ワンチャン負けるなかもなーぐらいでプレイしてます。あの、ここマジでむずい。そんなクエストに紋章もつけずにリムルを連れてきた状態で勝てるのかいっていう話なんですけど、この動画が流れてるってことは勝ったっていうことですよ。やっていきましょう。リムルはね、ここで強いかどうか知らないけど、友情？友情！やる。リムルはね、使ったことないんですけど、アンチブロックは持ってないけど、とりあえず爆発役で連れてきました。もうこれはこれしかないな。ほい。お、もしかしてもしかして、もしかしないか。まあ、ハイプラズマが展開しやすい分丸かな。よいしょ。いや、優秀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 。優秀だね。そうそうそう。こういうのが見たかった。まあ、でも今のは誰でもできた気がするけどね。パネル4つ踏んでたしね。つうわけでやっていきましょう。これも、こっち踏んで。よし。もうメインはコウなんでね。正直今回は、もうコウが活躍すればそれで勝ちです。他の2キャラは別に何もせんくていい。何もせんくていいってわけじゃないけど、大した活躍は求めてない。縦勘で安全プレイでも余裕だね。そこも倒しちゃうか。いやー、あのね、この拠点51って、未だに土敵性キャラしか増えてないんですよ。実装して速攻で、なんとか、大久保利通だっけ？利通増えたんで、その時に、あー、結構追加してくれるかなと思ったけど、それ以降、特に追加がなく、呪術回戦の、メイメイ？メイメイ？メイメイが増えた気がするけど、そんぐらいじゃないかな。はまれ！いやー、欲深かったか。ちゃんとするといけば、おー、はっはっはっは。欲深くても構わないそうです。だからね、あんまり適正キャラ増えてなかったんですけど、まさかのオリエンタルトラベラーズからこんにちは。早い人だとあと4回くらいで終わっちゃうと思うんですけど、来てくれたね、ヒーローが。こいつは優秀だぜ。どうしよう。これ多分なんか、下も触っちゃうかもしんないけど、いや、いけ。あ、触ったわ、ごめん。まあ、しゃあなし。基本的にね、こうで攻めていこうと思います。だこの一手はもう完全にミスなんでご了承くださいってやつでございます。剣を踏んで、暴れよ。まあ、パワーフィ展開してるから、ロボぐらいは余裕って言うとったら本当に余裕だな。本当に火力が高い。ありがたいことでございますわ。そして壁短縮持ってっからね。もう早くも20ターンのエフェスが残り、自重溜まるじゃん。やべ。ね、確実に展開したい。よし、オッケー。さあ、4P。ハマりゃ強いけど、どうなんだい？おー、パワーフィールド、ちょっと入ったね、パワーフィールド。あ、でも結構削るな。あの、イメージね、大久保利通の SS1 段階目と同じかそれ以上に削ってる気がする。よし。ハイプラズマ、ハイプラズマ。ハイプラズマはまあまあまあだね。うん、さほど仕事しない。まあ、しょうがない。お、ありがて。ここで吹き飛ばし。助かるわ。一段階目行ってみるか。一段階目も使っていきたい。しっかり剣パネル全部踏んで。で、号令を使った時だけなんですけど、あの、爆発いなくても友情コンボ勝手に発動してパワー引き展開できるんで、自強化倍率は知らないけど、うわ、倒しきっては外側で。一段階目で外側で削り切った。神。ね、パワーフィールドは、勝手に友情コンボが発動して、号令の時だけは自身でまとえるんで、マジ強いっす。マジで強いっす。お、ハイプラズマ、ハイプラズマ？いやだ、侍ボロボロじゃないの。ありがとう。いいね。仕事するな、マジで、こう。はい。ミスった。あー、超ミスった。K。
けどハマる。そうだよね、ハマるよね。弱点じゃなくてもそんだけ削ってくれるか。ちなみにこれ普通のキャラ、普通のキャラって言い方あれだけど、あんま強くないキャラでやると、あんな削んないっす。弱点外は。ご注意ください。ミスったー。弱点が、どっち来る、どっち来る、どっち来る。下か。パワーフィ展開いける。ニパネでいっちゃうんだもんな。マジで強いんだけど。オッケー、ボスやっていきましょう。そしたらリムルはまあまあまあ、パネルを開けるぐらいしかできないから、パネル開けてもらって、2段階目はまだいいかな。でも打ちたいな。もちろんね、弱点効果アップしてからの方が強いとは思うんですが、いや、じゃあダメだな。さすがに弱点出てないもん。ここで打つのはもう、抗議失礼と思うんだ。はい。ミスった。ミスったね。暴れ気味で。左が開けれるかな。いやー、まあ、倒してくれたの嬉しいんだけど、まあでもパネル調節はいっか。 4P でそれまで弱点効果アップしてるから、ここでとりあえず上のロボだけ倒そうか。パック使っといて、ほい、ナイス。さあナイスなプレイしたんだけど、待ってくれよ。そこのパネル開いたらリムルで開けらんないじゃん。どうすっかな。多分リムルね、こういう風に薄感して SS 打ったら終わっちゃうんですよ。それは今私の求めているとこではないんで、2回51で遊べる時代か。ありがてえな。まあ、こんな感じで雑打ちして、2パネル?たった2パネルでどこまで削れるか。やっていこう!こうです。お、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 2パネルだからね、これ、2パネル。あ、いいんじゃないの?友情もなんかしれっとちょっと削ってくれた。こりゃ優秀なキャラクターが誕生しちまったな。そしたら、ミスった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 。ごめん、ミスった。あのね、加速すると思ってました。私も。もう一回、お願いします。1段階目。いけるか。当たればいけそうだけど。いや、ギリ入んねえ。まあ、入んなかったけども、とりあえず、勝ったわ。ご視聴、アルシャムタロウでございます。いや、ここで SS 使っちゃうんかいって、あ、まだ3ターンのか。ごめん、ちょっと耐えていい?さすがにここでリムルの SS を打つのは違うでしょ。今ね、なんか知らんけど、私次即死だと思ってたんですよ。全然即死じゃない。ここで、いやー、踏みに行けるか、これ。外側から回ってった方がいいか。いけるか。踏んで、踏んで、踏んで。あ、行くわ、強いわマジでこの子優秀だわ。ここのね、まだ未開、ここまで登ってない人だったら、10回なきゃいけないですか。最低でも。最低。攻撃強いんで、ぜひおすすめです。早い人は残り4回かな?でも私はちなみに来月から絶対使います。じゃ、バイバイ!ありがとうございました。